元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば10回目の放送もできるということで、どうぞよろしくお願いいたします。柿野孝彦です。実況アナウンサーやっています。このチャンネルですね、私の失敗談とともに皆様に元気になっていただきたいと、ね、こんなおっちゃんでも頑張っとるぜ、そういった、趣旨でやっておりますので、番組登録のほどよろしくお願いいたします。さて、前回はですね、新しい部長が来てですね、ちょっと事件が勃発しましたというところで終わっていたかと思います。今日はその続きからお伝えをいたします。前の部長は非常に反りがありました。そして課長とも仲が良かった。なぜならば、お前に任すと言ってくれるんですね。やり方は任す、ただ数値は上げろ。こうすると私は燃えるんですよ。頼られてるなと思うとですね、燃えるタイプですね。で燃えてくるんですが、管理されるとちょっとダメなんですね。がんじがらめにされるとちょっとダメでですね、後から来た部長さんはどっちかっていうとそのタイプでした。で、と思ったんですよ。ちょっとやべえな、合わねえかもしれないなと思ったんですね。で、まあでもそれでもしょうがないですね。まあある程度は我慢してやってましたが、ある時ちょっと事件が起きるんです。朝礼の時にですね、唐突にこれからは同輩であろうと後輩であろうと訓をつけなさいって言うんですね。と思ったんですよ。元来納得しないとやらないタイプでしたから、なんだそりゃと。で、問題があってね、それを言うんだったら分かるんですが、全く問題がなかった今まで。で、それを言って終わったんで聞きに行ったんですよ。なぜやらなきゃいけないんですかって聞きましたら、俺が言ったんだからやればいいんだって言うんです。これは私はね、ダメなんだ。そうやって、ね、頭ごなしにね、権力を行使すると頭きちゃうんですね。で、反発しちゃうんです。そんなもん納得できねえと思ったね。やるもんかいと思ったんです。で、同期のね、非常に弱体のうまいやつはちゃんとやってました。で、私の場合はもう納得できないとやりませんから反発するんですね。もうこれ見よがしにやるんです。で、田中とかね、渡辺とかね、うん、山本とか言うんですね。もうこれ見よがし、多分頭きてるでしょうね。その部長さんは守んねんですから。ただ数字は上げますよ。これは使命ですからね、自分の役割ですから数字はしっかり上げます。ところが守らない部下がいると、ね、部長さんからするとですよ。で、そんな感じでした。で、最終的にどうなったか結論から申し上げます。左遷です。飛ばされました。その時営業成績私6位ですよ。でも飛ばされました。何百人だからね。でも飛ばされちゃった。でもう、でその少し前に私結婚もしてましたんで、家も買ってましたんで、ってなったんですよね。本当かよと思って。で、まあ、その時の話をちょっと克明にお話をさせていただきますね。こんな感じです。ですね、月末1000万ぐらいの商談があったんで、課長を連れてお客さんのところへ行きました。で、まあ、通常であれば課長というのはね、課の予算そして実績をまとめなきゃいけませんから帰るんですが、そういう日に限ってですね、鍵の一杯行こうかって言うんです。商談まとまりましたしね、数字も見えてきたんで、いいのかなと思いながら、あ、いいっすよって、行きましょうよって言って、まあお酒好きですからね、行ったんです。で、なんかおかしいなとはちょっと思ったんですね。帰らなくていいのかなって思って、課長いいんですかって言ったら、大丈夫大丈夫ってですね。もうでもちょっとなんかあったなって思ったんです。で、もしかしたら異動かなってちょっと思ったんですよ。その時の、ね、管理する部長とは反りが合いませんでしたし、もしかして。で、前にいた部長さんが大阪に行ったとお話をしたと思いますが、その部長から、ね、結構ラブコールはあったんです。お前も大阪に来んかと、うん、で、悪くねえな、なりわの商売か、うん、面白いかななんて思ってましたんで、もしかしたらラブコールあったかなと思って、まあ、開口一番ね、一杯飲んだ後に、課長移動すかって言ったんですね。うんって言うんですよ。ああ、来たかと。大阪ですねって言ったら、違うって言うんです。え、どこですか。研修部だ。え、なんですかそれ。こんな問答ですよ。こっちはね、何それって思ったんですね。で、まあ課長も、まあ俺のところに話が来た時にはもう決定事項だったらすまんって言うんです。いやいや、それ課長のね、せいじゃないですよ、別に大丈夫ですよって思いながら、大丈夫じゃないんですけど、なんだ研修部が、なんでそれって思ったんですね。で、これね、後日談後々分かったんですが、その部長さんがですね、本部長に私が希望したというふうに伝えたそうです。これは本部長と飲んで一杯やった時に分かったことです。お前本当に希望したのかって言うんですね。希望って何ですか、私ね。いや、お前が希望したって言うから研修部に行くっていうことで判をしたんだ、団長の思い出って言うんです。そんなのやるわけないじゃないですかって言って、
やっぱりそうだったのかって言うんです。でもその時にはもう人事部に承認されてましたんでしょうがない、事例も出ましたんでしょうがないということですよ。ありゃあやられたと思いましたね。権力には勝てないんだって思いました。これがビジネスマンの世界なのかな、会社という組織なんだなと思いました。あら、でまた追い打ちをかけるように離婚でございますね。えあらあらっていう感じですよ。でもうね、しょうがないですよね、行かなきゃいけない、行く、でも離婚もしなきゃいけない、離婚する、なんか変えなきゃいけないと思ったんです。でその時に、ちょっと頭よぎったのがちょっと芸能活動、これね神保たちの影響なんですよ、俳優のね神保たちの影響、身近にいますからね、そういう人たちがね、ナレーション、それから婚礼司会者の資料をね、アナウンスアカデミーから取り寄せてみたんです。へーと思って、ちょっとやってみようかなと思ったんですね。まず自分を変えたい、これ私の方がね全部人生そうなんです。何か変えなきゃ変えなきゃ、その時なんかやるんですよ、うん、変えなきゃいけない、変えたいっていう思いからやるんですね。で、大学の友達に電話して、俺ナレーションか司会者どっち向いてるって言ったら、まあ、お前タッパもあるしルックス見てくれも別に悪くはないから司会の方がいいんじゃねえのって言って、あ、分かったっていうことで東京アナウンサーアカデミーの婚礼司会者養成コースに申し込むわけですよ。毎週日曜日通うことになるわけです。で半年間トレーニングをしまして、最後に各プロダクションからのオーディションがある、これオーディション受けるわけです。そうするとですね、8社中7社受かっちゃったんです。でここでね勘違いするんですね、俺は向いていると思いましてですね、でもしかすると俺進むべき道これかもねって思ったんです。実は大学に行く目的っていうのは、第1は体を鍛えること、第2は、ね、進むべき道を見つけることだったんです。でこれ見つからなかったんです。で社会人になりました。で成績上がってました。でトップクラスにも行きました。でも会社と家の往復で終わる人生って俺の人生じゃないんじゃねえかなと思ってたんですよ。そんな時にこういう状況になったもんですから、ちょっとチャレンジしたくなりまして、でチャレンジしたら成果が出ちゃって、あ、もしかしたらこれかもねと思ったんです。それで月曜から金曜まではビジネスマン、土日婚礼司会者という二足のわらじ生活が始まったんです。でこれ会社にバレたら大変なんだけど、バレないだろうなと思ったんですね。でバレませんでした。でずっとやってました。でですね、もう大変ですよ、ある程度年齢は重ねているでしょ、落ち着いて見えるんですね。だから新郎新婦からは、柿野さん何組くらいやってらっしゃるんですか、いやあなたすごいです、素晴らしいですね、ラッキーですよ、私のデビュー戦です、なんて口が裂けても言えませんから、400組ですって口から出まかせでよく400組なんて言っちゃったなと思ったんですけど、あ、それだったら安心ですねなんて感じですよ、まで始まったんですね。でも分からないことだらけですよ、それは先輩にね聞いたりなんかしてやっていきます。そのうちにですね、面白くなっちゃったんです、しゃべりの世界が。月金よりも土日が来るのが待ち遠しくて、で喜ばれたりしますでしょ、で自分のパフォーマンスも発揮できますでしょ、なんか面白いなと思ってですね、それでなんかこの一本でやりたいなと思っちゃったんですよ。私はスポーツが好きですから、で自分でも武術武道をやってましたから、何かこのスポーツできないかな、そうだスポーツ実況をやりたいな、でもそのためには会社を辞めなきゃならないぞっていう状況ですよ、ジレンマと言いますかね、になるわけです、心の中が。さあどうする、決してね、自分が期待して望んでいった部署じゃないところで今仕事をしている方や、自分のパフォーマンスがこう発揮できる場所にもいる、どっちなんだって思って、だん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 喋りでアナウンスだってなっていくんです。そこである決断を迫られる瞬間がまた訪れるわけでございます。この続きがまた次回のお楽しみということで、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。以上です。